皆さん、こんにちは。世の中をリーガルチェック。弁護士の高橋です。今日のトピックはこちら。銀座で白昼堂々強盗事件が起きました。今回被害に遭っているのは高級時計店です。 ただ、今回注目されているのは、この強盗の状況が多くの携帯電話などで撮影されて SN、SNS にアップされていて拡散されているというところです。しかもその状況、僕も動画見せていただきましたけれども、まあ、あたかも何かのドラマのロケなんじゃないかとか、もしくはお笑い番組なんじゃないかと思わせるような対応。本当にこれは強盗ですかと疑ってしまうような状況なんですが、結果的には本当に強盗事件だったということのようです。黒ずきめの格好をして、顔、お面をかぶっているという状況だったわけですけれども、 まあこういった今回のような事件強盗事件というのはここす、まあ、1年2年の間にもかなり日本中で起きています狛江市で起きた強盗殺人事件などもありましたこういった場合で未成年がこういった事件に駆り出されているということが多いですので、まあ、今回の事案の解説をさせていただいた上で今回のようには未成年、まあ、今回逮捕されているのは未成年なんですけれども未成年が事件を起こした場合に、まあ、どういった刑事上の責任を負うのかというところさらには、まあ、民事上の責任も当然ある わけですけれども現在まあ成人年齢下がってますので二十、まあ、歳に満たない人と言わせていただきますが二十歳に満たない人が、まあ、事件を起こした場合には。 親の責任、親権者の責任もあるんじゃないかと言われることがあります。そういった意味で、この親権者がどういった場合に責任を負うのかというところ、そのあたりのところを今回はまるっと解説させていただいた上で、まあ、改めてこういった闇バイトによる犯罪集団じゃないかというところも疑われてますけれども、こういった点に、まあ、どういったリスクがあるのか、そのあたりのところをまるっと解説させていただきたいと思います。 まず事案です、まあ、事件が起きたのは5月の8日、まあ、ゴールデンウィーク明けた月曜日の夕方です。 まあ被害に遭ったのは銀座の高級時計店です。で、そこには覆面の強盗犯が4人入って、中からまあ時計、まあ、数十点を持ち去ったということのようです。被害金額はもう数千万円から1億円以上に及ぶんじゃないかということですね。まあ、最近やっぱりその時計は高級化してますと。コロナ禍に入ってからまあやっぱロレックスなんか全然手に入らなくなりましたし、そういった意味で高級化している状況でのこういった被害になるので、かなりの被害額に及ぶ可能性があります。あとやっぱり僕の顧問先にも時計店があるんですけれども、やっぱり1回 のの路面店で時計を預かるとというのはかなりリスクがあ例えば2階3階の方が強盗に遭うリスク被害のリスクは低いと言われていますけれどもやっぱりまあ銀座などを歩いているとまあ路面店が多いですよねロレックスとかパテックフィリップとかいろんな高級な時計の店が並んでいます。 まあ実際に路面にガラスのショーケースには本物は入ってないですけどね。とはやっぱ1階の路面店というのは相当なリスクを負っていると僕の駒崎先ん言ってましたがまさにそれが顕在化した事案なのかなと思います。今回も1階の路面店でした。で、この事件が起きた後に、まあ、4人組は車に乗って逃走したんですけれどもその後港区赤坂のマンション逃走した車が乗り捨てられていてその周りに時計など30点ほどの時計が見つかって脱ぎ捨てられた服もあったと。 いうような状況の中でこの赤坂のマンションで4人の男性が逮捕されました。新事実としては建造物侵入ということで強盗で逮捕されたわけじゃない。 で、今回逮捕された時点で、まあ時計が近くにあったりとか、服も脱ぎ捨てられていましたけれども、服装が違う状態で4人が逮捕されたと。で、逮捕された方の年齢が16歳1人、18歳1人、19歳2人という状況のようです。で、まあこういった事案で逮捕されています。まあ、この建造物侵入については認めているという報道のようですけれども、今回強盗の方までやったのかどうかというのはちょっと現状わかりませんということになっています。 このような事件が起きたことに伴ってじゃあこの16歳18歳19歳が建造、まあ、物侵入だけじゃなくて仮に強盗をしたということになった場合にどういった刑事手続きが待っているのかというところを次に解説させていただきたいと思います。 まずこの点については、まあ、昨年2022年の4月令和4年の4月に民法と少年法の改正改正された民法少年法が施行されましたのでそれによってどうなっているのかというところが関連してきます。 まず一般的なところとしても、成人の場合どうなるかというところですが、まあ、事件が起きましたと。で、それで逮捕・拘留されましたとなったら、成人の場合は検察官が最終的には起訴・不起訴を決めて裁判にかけると。で、裁判所は仮に実刑だという話になれば刑務所に行くというのが成人の手続きの流れです。しかし、少年については、家庭裁判所に一旦送られますと。逮捕・拘留された後に、直ちに起訴されて、地方裁判所での裁判を受けるのではなくて、家庭裁判所に一回送られます。 でここで少年という表現を使いましたけれども少年と言ったらなぜかというと現在民法その去年の改正によって民法上成人イコール18歳になっているという状況になりますですので今回今の18歳と19歳の方に関しては民法上は成人です成人の責任を負わなければならないということになりますただしこの成人と少年という年齢が違ってきます 少年法上の少年というのは、従前通り二十歳未満のことを少年と言います。ただし、その18歳、19歳については特別な配慮を、配慮とか特別な法律が適用されるということで、まあ、特定少年と言われているというのは、現在の少年法の改正された内容になっています。で、この18歳、19歳を含む少年、二、ま、十、あ、歳未満の少年については、逮捕拘留された後、直ちに起訴されるんじゃなくて、家庭裁判所に1回送られます。 で、家庭裁判所で、まあ、例えばそのみ皆さんが聞いたことあると思いますが、少年鑑別所などに入って、まあ、その人の鑑別、要は生活の状況とか性格とかですね、あとは知能の問題とか病気がないとか、そういった部分についての鑑別がなされた後に、 少年院とか入れるかどうかという保護処分と言われる少年装置なのか本官僧なのかもしくは不処分なのかというところが決められるでその一方で重大な犯罪もともとの少年法の中でも故意に人を死亡させたような事件の場合には原則逆走事件と言われていてこの一旦家庭裁判所に送られた後にもう一度検察庁に送られるという逆走の手続きが行われます。 ですがこの昨年の改正に伴ってその範囲が、まあ、故意に人を死亡させただけじゃなくて強盗事件のような重大犯罪にも拡大されましたということで18歳19歳については人が死亡したケースだけじゃなくて強盗罪もしくは強姦罪のような重大な犯罪についても原則逆走つまり成人と同じ裁判を受けなさいというような法律に改正されています。 ですので、今回、もしもこの18歳、19歳が強盗を起こしたという話になるのであれば、一旦家庭裁判所に送られた後、さらに検察庁に戻されて逆走という、まあ結局もう検察庁から家庭裁判所に行く、それはまた検察庁に戻すので逆に送るということで逆走と呼ばれている。で、その後検察官が起訴をして、最終的にその刑を決めると。で、もしも実刑だったら刑務所に大人と、まあ,まあ少,年少年刑務所ですけどね、まあ、少年院ではなくて少年刑務所に行くということになります。 で、なおかつ、今回の少年法の改正で、原則的に、ま、従前の少年法だと未成年については、まあ、昔の未成年ですね、二十歳未満については、実名報道はダメとされていたんですが、18歳、19歳、特定少年については、ま、逆走された後については、実名報道 OK ということになっています。ですので、18歳、19歳が刑事事件として、起訴されて裁判にかけられる場合には、実名報道は許されるということになっています。で、参考までに、この少年鑑別書、昔はなんかまあ鑑別上がりとか、 っていうと、まあ、それだけなんかまあ白がつくみたいな話がありましたけれども法律的にははちょっとそれはおかしいわけです判別書に入るのは家庭裁判所に送られたケースで一定の期間に判別要は少年の病気とか性格家庭状況をチェックしなければならなくなった場合に判別書に行くわけであって少年院とか少年刑務所とは意味が違います。 単に家庭裁判所に送られた後に、ちゃんとチェックしなきゃね、テストしなきゃねと言われて入るところが官別所なので、別に官別所に入ったからといって別に箔がつくわけじゃないと。単に、あ,あなたは家庭裁判所に送られたのねと。しかも、少年事件の場合は、逮捕勾留された案件すべてが家庭裁判所に送られますので、 でその中で、まあ、ちょっともう、家庭とか性格とか、前歴とかで問題があるよねってされた程度の話です。まあ、これは余談です。じゃあ、仮に、今度この件で、実際に大人と同じ裁判にかけられた場合には、どういった刑事や民事の責任を負うかというところになりますけれども、まず本人の責任について解説させていただきます。まあ、本人というのは、今回の16歳、18歳、19歳が仮に強盗をやっていたという場合についての、まあ、現状ではフィクションです。 でまず、強盗罪というのは、まあ結構重い罪ですね。5年以上の、年以上の懲役になるので、5年から20年ということになりますと。で、執行猶予がつく場合というのは、懲役3年以下の場合だけですので、そもそも強盗罪が5年から20年の範囲で刑が課される場合には、執行猶予はつく余地がないということになります。ただ、まあ特別な事情があって、上場酌量が認められると、それが半分ぐらいになるということになれば、2年半とか3年の懲役、 そういうことになれば執行猶予はつく可能性があります。ただし、やっぱり今回の事案とか諸々考えると、初犯であっても実刑になっても仕方がないような事案かなとは思います。で、さらに、まあ、刑事上こういった実刑を食らうだけじゃなくて、損害賠償についても総合責任を負うことになるでしょうと。 で今回数十点もの高級時計持ってったと、まあ、その中にはまあロレックスの高い時計パテックフィリップとかオーデマピゲとかの高級な時計が入ってるリシャールミルが入ってるって話になったらそれだけでも数千万になってしまう可能性があるので数千万から億単位の賠償を負うことになるでしょうとそれだけじゃなくて時計だけじゃなくてあとはまあ店内のものも壊しててバールのようなものでまあガラス割ったって話だったので店内の賠償もしなきゃならないしかもその間に店は営業できないわけですからその分の営業損害も負わなければならないということになる かなりの賠償責任をおかつじゃあそんだけ損害被ったって俺は払えないから破産すればいいとなるかと思いきや今回のような故意でまあ故意というか、まあ、悪意ですよね犯罪行為による不法行為ですから破産したところで面積要は負債がゼロになるという面積は受けられません。 というところで、こういった事件を起こした本人については、ずーっと重い責任を負わなければならないことになります。まあ、当然、前科も尽くし、前科が通いあと就職もできないということで、かなり辛い思いをすることになります。これは本人の責任です。じゃあ次に、まあ、今回は16歳、18歳、19歳ということで、20歳未満じゃないですかということになると、やっぱり親も責任を負うべきだという話が出てくる。じゃあ実際に親が責任を負うのかというところですけれども、 昔は親の責任というのはかなり結構裁判でも広く認められていました。まあ、典型的な例として子供がまあ校庭でサッカーボールを蹴っていましたとサッカーボールを蹴っていたところはまあゴールを越えて外に出ちゃったそこにバイクが走ってきてボールを避けようとして転んだというところで数千万円の損害を負いましたというケースで、まあ、そのボールを蹴っていた子は11歳だったんですけれどもその11歳の親に対して監督義務違反があるということでバイクで転んだ人に対してサッカー ボールを蹴ってた皇帝からボール蹴っちゃった子の親に対して数千万の賠償が認められたケースがありましたこれはもう地裁交際でも認められたんですけれどもこれ普通に考えたら皇帝でボール蹴るなんて当たり前じゃないですかでそのボールがゴールから外れた外に出るなんてことも当然想定されるわけですしかしそんなケースですら地裁交際は親の責任を認めたんです ある意味それまではそういった賠償のセンスというか親が当然責任を負うんでしょと重大事件を起こした場合でも親は責任を負うんだというのがある意味スタンダードでしたしかし今言ったサッカーボールのケースで最高裁が平成27年にいやいやややっぱりそれって別に責任を負うのおかしくないかと平成27年の最高裁はさっきのサッカーボールのケースで親の責任を否定しました このあたりから若干責任についてのいろんな議論がされるようになったんじゃないかなと風向きが変わった感じがありますでその後に起きてく重大事件子供による障害致死事件ですねリンチの事件とか子供が堤防で同級生を突き落としてしまったような事件とかいろんな事件での親の責任が否定されるようになってきましたまあ、そういった部分で親がどういった場合に責任を負うのかというところについてのかなり議論が進んでいて多くの部分権でもまあ解析が進んでいますまあ、そういった中から僕なりに簡単にまとめ させていたただきましたのでどういった場合に子どもが犯した犯罪について親が責任を負うのかというところを軽く解説させていただきたいと思います。 まず、親が責任を負うケースとして、民法上は子供に責任能力がないと、まあ10歳、11歳ぐらいと言われてますけれども、10歳、11歳ぐらいで子供にまあ責任がないというようなケースだったら、親は看護監督義務を尽くしていない限りは責任を負わなければならないという条文があります。ただし、こういったまあ強盗するようなのは、10歳、11歳じゃなくてもっと大きい中高、もしくは18、19の大学生だったりとかするでしょうということになると、基本的に親はそういった民法の914条の責任を負うわけではない。 ないただし過去の最高裁の判例でも10歳11歳以上の子供を持ってる親であってもちゃんとと監督義務をを尽くししてていいいいなければそのの場合にには子供の犯罪について責任を負まますよという判例が出ましたでここに今監督義務というのは子供が犯罪を犯す可能性があるんじゃないかと犯罪を犯さないように監督しなければならないよねとそういった状況が予見できたんじゃないのちゃんと監督義務を尽くしていれば回避できたんじゃないのというような、まあ 監督義務を尽くしていたかどうかというところで親の責任があるかないかが判断されます監督義務違反がある場合には責任を負うことになっていますそれは民法719条に基づいて責任を負うとされていますじゃあどういう場合かって話ですけれどもやはり年齢は重要子供の年齢は重要です14歳15歳16歳みたいなまあ、義務教育中学生だったりとかまあ、中学校卒業したばっかりという年齢であれば 親がやはりちゃんと教育をしていなければならない。まあ同居しているケースも多いでしょうから、まあ、親としてのちゃんと監督をしなければならないということになりやすい。逆に18歳19歳だと一人暮らしをしたりとか、親元から離れているケースも多いので、そういった場合には親の責任は否定されやすいという方向になります。または生活環境でまさに同居しているかとか、まあ一人暮らしをしているのかといったところも関連してきます。同居しているんだったら日常的に生活状況をちゃんと見ているということになるでしょうから、その中で犯罪傾向があったりとか、夜遊びをしていると喧嘩をして顔に喧嘩をして帰って,きて たとかそういった状況があるんだったらまあ同居してればわかりますよねってことになるということになる。あとはそのの少年自体の前歴 過去にどういった犯罪歴があるのかというところとか、あと暴力傾向ですね。日常的にどういった暴力傾向があるのかというところも考慮されます。過去の例を見ていても、堤防から突き落としたケースに関しては、ま,あ、まさに障害致死のような犯罪に問われるわけですけれども、その少年に関しては、過去には窃盗罪とかを犯していたと。ただし、暴力事件とかを起こしていなかったということで、材質が違うのでと。窃盗については、ある意味、予見もできたでしょうし、監督する義務があったでしょうけれども、もまさかこう突き落とすことについては予見ができないでしょ ということで、まあ、材質が違うよねというところが親の責任を否定する方向になっていますでその一方で、まあ、過去にその暴力事件などを起こしたりとか強盗を起こして一旦家庭裁判所で保護観察にふされているという状況があったのにその後殺人事件を起こしたというケースでは親の責任が認められていますまさにその保護観察のところで一旦この子については暴力的な傾向があるよということが分かっていたのにその後止められなかったというところで親の責任が認められたというケース もあ,りましたあとはこれも裁判例での表現ですけど親の情愛ちゃんと子どもに対して愛情を注いで教育してますかというところあと教育監督の状況なども考慮されるとこういったところで、まあ、年齢とか生活状況もしくは前歴の内容とかそういった傾向などから踏まえて親に子どもがそういった犯罪を犯すような予見可能性があったのか回避可能性があったのかというところが問題になってきます。ここれれれらが認めららがめるる場合ににには親もも責任を置くことにななののでで今回のケースでもそういった形になれば数千万円から1億円 を超える賠償を親が負うことになるでしょう結論としては親が責任を負った方が被害者側は ある意味、被害の補填がなされるという状況になりますけれども、まあ、被害者保護のために無理やり親に責任を負わせるというのがいいのかというところが議論の出発点なので、こ,このところについては法律的な解決もしくは裁判例の蓄積が必要なのかなと思います。で、最後に、今回の件はわかりません。現状、闇バイトによる犯罪の可能性も指摘されている。そういった状況なので、警察は携帯などを押収している状況のようです。で、そのちょっと闇バイトの問題点について、弁護士さんに解説させていただきたいと思います。 まあ闇バイトっていうぐらいですから当然まあ犯罪を犯すためのバイトなわけでいいわけはないんですよ。ただし実際のところこういったまあネットなどを介しての携帯電話で全然関係ない少年たちが集められるというケースが後を絶ちません。でやっぱりその多いのは振り込メ詐欺とかオレオレ詐欺とかの出し子だったりとかっていうのがいまだに多いなと思います。でこの出し子については初犯であっても実刑食らってるケースが相当数あるのでこれらについてはうかつに手を出さないようにということは実際に闇バイトをしようとしてる本人だけじゃなくて周りもちゃんと言ってください。気軽にお金取りに だけ ATM からお金を下ろすだけでも一発実験になってる気ありますからねと。でさらにやっぱりその闇バイトで多いのが空き巣に入るだけですとか。 まあ、叩きと言われる強盗するだけだよというところ。要はその脅迫して、高齢者の家に包丁などを持って入って、相手に暴行するなと言われてる状況で、だから怪我をさせないから単に物を取ってくるだけだと言われて、気軽に空き巣とか叩きですね。まあ、暴行、侵入等とかをやってしまうことがあるわけですけれども、この手のやつは想定外の事態が起きるわけです。空き巣に入ろうと思ったら家に人がいた。抵抗された。そこで暴力を振るってしまった。 相手が怪我をした。さらには、押し倒した際に、当たり所が割れて死んでしまったということもあるわけです。あとは、そのガムテープなので、緊箔すると。縛るというケースの場合でも、口にテープを貼ってしまったがために窒息死するということもあり得るでしょうと。とそういうことを考えると、いわゆる事件が育っていってしまう可能性があると。 最初は窃盗だけのつもりが被害者がいたら強盗になっちゃう。強盗をすることになったとしても相手方が抵抗してきて相手に怪我を負わせてしまったら強盗致傷。さらには死亡させてしまったら強盗殺人です。強盗殺人には死刑も無期もあります。 まさか闇バイトで空き巣に入るだけのはずだったのに死刑も受ける可能性もあるということはやっぱりその考えてないんじゃないかなと思います。ですのでこういった親の責任というものを考えた場合には闇バイトなんてまあ基本的には素人の集まりでしょうからこういった犯罪傾向は全然見えないかもしれません。しかし同居している親として責任を問われる可能性もありますしお金が困っているような状況とかがもしもあるんだったら気軽にこういった闇バイトに手を出しかねない状況にありますと。他にも出し子は空き巣だけじゃなくて、まあ ま口座の売買とかっていうのもあります、まあ、銀行で口座を作って貸すだけでいいというところで銀行で口座を作って渡したら警察に逮捕されているというケースも多くあります実際にその口座を作って渡した口座がまオレオレ詐欺とか振り込み詐欺の振り込み先に使われてしまうということもあるわけですね。そういったこともあるので闇バイトに迂かに手を出してしまうと本人は重大な責任を負うだけじゃなくて親も責任を負うことになりますよと。 で、この理屈というのは、じゃあ21歳だったら、親は全然責任を負わないかというと、21歳でも親の責任が問われることはあります。ですので、単純に年齢で分けられるわけじゃないので、その親御さんとしてもちゃんとチェックはしていかなきゃならない状況かなと思います。ということで、少し長くなってしまいましたけれども、今回の強盗は、お前の強盗殺人とかにもつながるところが多い。強盗とかって形で闇バイトなので、全然知らない人とか、まあ、仲間内であっても気軽に犯罪に参加してしまう。その結果、少年法の改正などもあって、 原則逆走事件として重い刑事罰大人と同じ責任を取らされてしまう可能性もある。しかもその結果被害金としてはもう多くになる可能性もあるし親も責任を取らなければならない事態にもなりかねないというところで結構重大な結果になってしまいます。 ということで、まあ、今回のような強盗については、ちゃんと周りを止めなければならないし、闇バイト対策は国を挙げて対策していくべきかなと思います。というところで、今回の事件については、今後のまあ再逮捕なども続いていくと思いますので、報道がありましたら、引き続き解説していきたいと思いますので、興味のある方はチャンネル登録お願いします。あと、こういった犯罪についても引き続き解説していきたいと思いますので、質問がある方はコメント欄にお願いします。ということで、今日はこれまで。それじゃあまた。